こんばんは。前回の続きからやっていこうと思います。ではやっていきます。今やってるリーグ戦はですね、前回はあのまま、残留になって、今回はもうずっと負けてますね。7敗してます。2勝7敗2分けです。これちょっとダメですね。多分、これ高額あるのかな？これより下あるかどうかちょっとわかんないんですけど、これかな？違うね。ちょっとわかんないですね。降格あったら降格しそうですね、この感じだと。あと、またね、イベントが始まってるんですよ。このスピードタイプリミテッドマッチ。なんかこれも、決められた、これですね。これ。また丸くついてるやつ、指定されてるんですね。これだと、通常通りの能力が出るんですけど、この、ちょっとびっくりマークみたいなついてるやつだと、ちょっと能力値が実際のより低くなってるっていうやつです。で、今自分が持ってるカードの中ではこれが一番ベストなんで、34,125 ですけど、これで戦ってます。で、通常だと、こんだけあるんですよね。5万8000。だから、2万4000ぐらいちょっと少ない状態で戦ってますね。キーパーもね、確かイベントのやつは違うんですよ。弱くなってると思います。とりあえずやっていきますね。あのね、これもね、結局まだちょっとよくわかってないです。ただね、戦って、これチケットを使うんですよね、これは。これじゃないんですよ。BP とかね、GP 使うわけじゃなくて、チケットを使うんで、これがね、最初配布されたんですよ。なんか多分これも勝ちますね、相手9戦士。これはだんだん強くなっていくんだと思います。開成のスタジアムから中継をお届けします。前半だけ見て飛ばそうと思います。さあゲームが始まりました。ちょっとね、全然やれてないんですよこれ。理由はですね、もう一つやってるゲームの方に時間取られてるっていうのがあるんですよ。いやもう時間かかるゲームやっちゃうとね、いろいろできなくなっちゃいますね。これとかお手軽ですよ、本当に。もうちょっとね、ログインしてちょっとできるからいいですよ。自分の好きなフォーメーションとか、好きな選手、自分が持ってる中でですね、入れてみて。やってる人の数も多いですよ。結構自分やってるんですけど、ちょこちょこ。それでもね、大会っていうかなんかイベントがあったらね、だいたい2万3000位とかですから、何人いるのって感じですよね。自分より下の人もいるだろうからですね。すごいですよ。これね、迷ったんですよ。キャプテン翼っていうのもあったんですよ。どっちしようか迷ったんですけど、あれオフサイド？あ、本当だ。迷ったんですけどね、ちょっとね、絵を見たらね、キャプテン翼がなんかちょっとなんですかね、ちょっとね、かわい、こういうね、ちゃんとした闘神じゃないんですよ。3頭身とか4頭身もちょっと可愛いキャラになったんで、ちょっとやめたんですよね。総合力の違いがありますからね。これ上がっていったらちょっと勝てなくなるとは思います。さあゴールを奪った後のキックオフとなります。これ多分前回より、今やってるのは低いですけど、総合力が実際の5万8000は前回よりまた数百ぐらい伸びたんですかね。そう正式なメンバーじゃないですかね、左。星4の選手ですね。ストーンズがこうです。あれ星5でキラキラカードなのに、よくレッドで退場になってしまいますね。いや、うまい。これ9番つけてない？背番号。何番？ 9 番で。12とか13とかね。フォーメーションで違うかもしれないんですけどね。433だと思うんですね。これ高さに強い。かわす。かわして、相手だってあれですもんね。出てないですもん、この数値が。あ、出てた？今55とか。全然ですね、それだと。
55とか言ったら星1とかなのかな。いい流れのままゲーム再開です。ここで前半終了のホイッスル。とりあえずここで飛ばします。勝ちました。12点取ってますね。そうなりますよね。相手が多分星1とかのカードの選手、うちは星4か5しかいないですからね、選手が。あ、全部資金だ。これゲームマネーですね。T ランクアップ。ああ、また上に上がるってことね。あ、これ、だからトータルが次は1万のやつで戦って、どんどんこう上がっていくんだと思うんですよね、こう。あ、今だと3万8000ぐらいあるから、多分ここら辺ぐらいまで来れるかもしれないですね。このランク23。これどこまであんの？いや、上はちょっと厳しいな。あの丸の選手をちょっと引き当てないといけない。またガチャしろっていう匂いがしますね、これ。とりあえずここは飛ばして、景品なんかあるかな？あ、ないですね。あとね、イベントがね、あの、ゴールデンウィークに向けてのね、キャンペーンが多いんですよね、この。いろいろ今やってます。あと前回のライジングスタジアムね、散々でした。なんかね、景品ちょろっとなんかもらいました。それと今回なんかイベントをいろいろやってて、報酬のですね、なんかね、こういうのをもらえます。すごく多いです。通常よりね、多い。ありがたいんですけど、あの、一言ですね、どっかに一括受け取りっていうのをボタン作っていただきたい。あるんだったら教えてほしいですけど、いちいち押さないといけないし。ありますよね、通常一括で。一括にしてほしい。いや、もらってて文句言うのはあれですけど、これがね、あの、今のもらったのが、例えば、あの、こういうのを増やすやつとか、こういうのを増やすやつとか、あと、あの、レベルアップするために使う素材とかですね。だと思います。と今回ね、またガチャがね、出てるんですよ。これ。しかもね、5選手カード1枚確定ガチャとかなってますよ。ゴールデンウィーク、リトライ。出るわけでしょ、これ。詳細をしても出てこなかった。とりあえず、ちょっとね、2回はできないけど、やってみますか。出るって言うんだったら、詳細が見れないんですよ。これ罠かな？でも、じゃあ、ちょっと引いてみます。奇跡をこの一撃で、あ、出るな、これ。全部。あ、確定なんだ。あ、しかもに、あ、嬉しい。キーパーでお願いします。いや、こういうのありがたい。絶対出るっていうのは。いや、もう全然 OK です。出るの分かってるから。はい。いや、もう全然いいですよ。どこら辺から星4が出るのかな？あ、星4来た。キーパーだ。お、同じの2枚？お、お、お、わー、91かー。まあ、それでもありがたいね。ポジションどこですか？あ、ボランチできるじゃないですか。いやー、いいっすね。イタリアかな？ラッツィオって書いてある。キーパーしかもこの同じやつが2枚。これね、フュージョンできるんですよ。重ねて。そうすると、まあ、上限値が今60じゃないですか。61まで持ってきます。そうなんだ。でもね、いや、ガチャを確定します。はい。終わりでいいです。いや、ありがたい。とりあえず、これね、今ね、ブスケツだったかな。うん、変えれる。でもね、89あるんですけど、レベルがね、60までしかなんないんですよ、この選手は。ね。90からだと、70なんですよね。70だとね、全然違うと思う。これぐらい4000以上はいくと思うんで、これ7、星5の選手なんですよね。とかね、これね、このキーパー、もう60マックスなんですけど、限界なんですよ、これが2007年。それで、ね、なんだったかな、ブーストしたかな、ブースト1回して、ちょっとね、10ずつ上乗せはしてるんですけど、それでもこれが限界。よりもレベルが1上がる方が多分、伸びがすごいと思いますね。今当たった選手使うかもしれないですね。ちょっとね、選手、さっき今当たった選手入れましょう。
違う、レアリティだな。この選手をいきなり使いたいとこだけど、ここら辺か、これキーパーだな、変えよう。これキーパーだよね。あー、どうしよう。あれ、あの選手ちょっといいね。さっきの同じカード2枚はいいよ。あれ、これもあるってこと。あれ、嘘。あれ、この選手も2枚あるじゃん。あら、あ、じゃあこっち重ねてみますか。機械ですけど、これ今60じゃないですか。これをねフュージョンすると、うわ、しかもいっぱいある。これね、なんかスキルが増える。これだったんじゃないかな。レベルの上限値がこういう風になるんですよね。これだとね、多分違う風になると。これ今ロックされてる。あ、わかった。何かにセットされてる。うん。これはね、ここだけしか。あ、やばい、押しちゃった。いや、違うん。あー、あらー。あれ1個しかないやつなのに、あのセンスが1個ついちゃいますね。やばい。うちのセールゴールキーパーになりそうな気がする。まさかこれは、って感じですね。わかんないです。そうじゃないんですよ。僕がやりたかったのは、あ、これ。これでいいです。そうじゃないんです。ね、間違って、これをしたかっただけです。こうです。レベル上限値が1上がって、またセンスが。強くなる、強くなる演出がすごい。この演出いるかな。すごいな。やってくれました。おお、これ B だ。いいね。あれ、あー、こういうことね。2つね。 OKOK、 いいよ。決定。 OK、こういうことで。いやね、61枚になったでしょ。これ だからね、育てたらね、結構なね、なると思うんですけど、ちょっとまだでもうちの正ゴールキーパーのがいいんで、そこはちょっと変えられないですね。あとさっきの選手入れてないから出ましょう。これ入れて、これでね、保存しないとダメですね。保存ついでにね、あげちゃおう。あ、レベルを。いやー、来ると思わなかったな。あ、スキル強化できる。うわー、1個あるね。ちょっとこっちが足りなかった。上のタックル、あ、守備的なのかな。ピンポイントタックルとかあるから、ちょっとあの守備的な感じのボランチなのかな。うん、これでいいや。それと、あ、こっちか。トレーニング、もう一回見せて。ポジションディフェンダーじゃないよね。ミッドフィルダーだよね。お、え、いつの間に入って、あ、これイベントでもらったんだ。こんなになかったですよ、数。すごい、87になってる。えらいこっちゃ。これ一気に上げれる。これでいいのかどうかわかんないけど上げましょう。評価完了。ああ、ちょうどあの今休みに入るからやってるんでしょうね。こういう風のくれて強くしなさいっていうことで。これ嬉しい。
一気に強くなった。ちょっともうちょっとやっちゃおうかな。万能も、あ、万能も23になってる。こんなになかったですよ。イベントでくれたんだと思います。トレーニング成功。とにかくね、あのね、すべての項目がね、今ね、キャンペーン中なんですよ。たくさんくれるんですよ。いろんな素材を。例えばこれするといっぱいくれます。あとキーパーだな、本当に。これで、ここ控え、あの、この選手を変えようと思うんですよね。あ、もうだってほぼ同じぐらいの数値ですもん。レベル 30? レベル36でもう54とほぼ一緒ですよ。ね。この選手入れて、こっちが控え。いや、これいいね。でも、キーパー以外全部星5ですよ。これいいわ。今回はここまでにしたいと思います。次回はまた続きですね。やっていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。